どうもこちゃんめめです。今日も神 VS 神の解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。これはまず開幕 DT4 かな ?DT4 ですね。DT4 で、マフマスさんが左寄りのサブマリンかな。さあ DT4 打ち切って、T スミニから平積みですね。緑発火の、多連結2連はあります。しかし、右側に発火点作って、同時消しを多用して、2ダブの3ダブ。2ダブ3ダブ、しっかり総裁外してから、T スピンダブルテトリスと打つ。赤発火の2連鎖は持ってる。さあ、紫発火ね。紫が来る。できるだけ積もってから、さあ、2ダブの、2ダブ3ダブ4連鎖まで。さあ、結構来る。穴バラがだいぶ来てるんで、早めに解消したいですね、これ。赤赤の3連、緑乗ってんのか。4連、5連、6連、6ダブか。でかい。ティーミノの置きミスした。そのティーミノの置きミスは致命傷になって刺さる。一応ティーミノがミスってなければ、まだ耐えれたけど、まあ置きミスしてしまって刺さった感じかな、今のは。ちょっと幽霊入ってるの見てなかったですね。6ダブだった。でかい。さあ、これ DT4 で、DTTKI。赤ハカの3連。さあ、T スピントリプル、T スピントリプルと。非常に火力を作ってますね。後打ちでしっかり返す。平積みで、テトリスから。テトリス。さあ、これしっかり、81積もって、ああいうの積もれるの早いですね、やっぱり。結構最速で置かなきゃ今のとか積もれないと思うんですけど。積もるのも早い。で、連結2連で、でかいこれ。帰ってさらに4弾も来るのか。やっぱり連結の火力も、アップデートでかなり上がってますね。さあ、緑ハッカーが埋まって、刺さる。3列目に、1個しか振らなければまだ2ダブだったかな持ってたんで、まだまだ続いたんですけど、まあ、2個振って刺さりましたね。まあ、それは確率の問題なんで、まあ、しょうがないと思います。さあ、これは DT4 で、これパフェあると強い。DT4 からこれ最短パフェですね。たまにあるやつなんですけど。DT4 から最短でパフェ取れるやつ。これはたまにあるんで、しかも連続で打ったんですごい強かったですね。DT4 プラス連続でのパフェなんで赤玉2ついって刺さる。これは強い、強烈だった。さあ、再び DT4。さあ、かなり座布団敷いてて、なんかいろいろできそうな形にはなってる。パフェ取って、2段弱振る。緑の同色で、2連鎖あるけど、できるだけ積もって、なるほど。できるだけお邪魔を巻き込むために、そういう消し方にして、連結3連。2連打って、これは即打ちですね。2連では帰んないのを見て即打ちした。さあ、81で3ダブ。でかい。テトリス、T スピンダブル。緑発火で3連鎖。連結3連で、これちょっと俺相手見てますね。相手見ながら、打ってきた。帰んない。相手の方がでかかったですね。これは、赤ハッカー。赤ハッカー間に合う。間に合って1、2、3、4。おっと？逆に置いてしまったか、今の。赤ハッカーの4連ぐらいあって、だと思うんだけど、おそらく逆に置いてしまったパターンかな。まあそういう時もやはりあると。まあミスはやっぱり誰にもありますからね。特にやっぱりタイテとはできるだけ早く積もることを意識しなきゃダメなんで、ああいうミスも生じますね。もう一つ見ていきましょう。かなり早い判断力が重要になってきますから。開幕 TSD から TSD。 若干地形が乱れたけど TSD からダブル消しでなんとかごまかす。再び TSD で
紫赤で、これは3連かな？緑の3連。と思ったら、なんか下が消えてて、3ダブの4連だった。ちょっと見えなかった。さあ、2連。2連なんで即1。T スピンダブル。これは下穴を埋めましたね。さあ、T ミノミスった。T ミノの置きミスで、これは、ちょっとどうしようか考えてますね。T スピンダブル。シングル、テトリス。さあ、これは黄色発火で2連で軽減する。さあ、緑ゾロがたくさん来てる、これ。さあ、できるだけ積もる判断だけど、緑が引けなかった。埋まってどうだ、これ。単発消して。ちょっと相手見ながらプレイしてますね、これ。2連鎖で、牽制の2連鎖かな、多分。しかし刺さる。黄色ハッカーだった今の。黄色ハッカーから何連あったんだろう。繋がってたのか2連だったのかぐらいあったような気がする。さあ DT 砲で。さあ続けて打ち切る。赤ハッカーの3連鎖はありますね。さあできるだけ右側に積もってから3連鎖総裁外してテトリスからテトリス青ハッカの、2連多連結2連で帰りますね。しっかり返す量の連結。黄色ハッカの2ダブの3。さあこれは STSD の先読み、ミスではなく STSD の先読みですね。ダブルから連つなげて、相手の3連鎖を受けてから、カウンターで後打ち。で、2段強を送る。T スピンダブル。さあ、黄色ハッカで1、2、3、4連鎖。さあ、青ハッカで埋めて、これ8、1切れる。紫青の8、1で、これ結構あるぞ。1、2、3、4、5、6、7連鎖ですか。さあ、結構でかい。ジェミノに削って、T スピンダブルにして、さあ急いで T スピントリプルスクリーンいった。7連なんで、急いで火力作んないと間に合わないと思って T スピントリプル作ってなんとか耐える。さあ穴バラが来てるんで早めに解消したいぞ。T スピンシングルから、テトリス、3連鎖は後打ちでなんとか返す。黄色発火の3連鎖。さあ2個振るか？振らずに、3列目に2個振らずに刺さる。まあ、確率としては振らない確率の方が高いんで。さあ、6連がでかい。さあ、S ミノミスってこれ刺さるか。S ミノミスんなければまだ生きれたのかな？ギリギリ刺さるかな？まあ、どちらにしろ自利品なんで。ちょっとそのまま押し切られたんじゃないかなと。開幕 TSD でちょっと、操作がおぼついていたが、まあ、しっかり火力を送ってるんで問題ないでしょう。青ハッカの3連鎖。開幕 TSD でダブルダガー作って3連打ってくる。これは、じゃない、5連だった。5連鎖ありましたね。さあ TSD で TSS、先読みして。さあ、これは待ってるのをちゃんと見て、できるだけ積もってから発火してきた。これできるだけやっぱり積もるっていうのは、ぷよ側が非常に重要な技術なんで。相手が掘り練してるときは、まあ、できれば見て、積もるだけ積もると。ぷよの量を稼ぐっていうのはすごい重要なんで。さあ、上の青発火の3連。黄色発火もある。やっぱり発火点多いですね。4連鎖、5連鎖あんのか。5ダブか。すーげえお邪魔掘れてる。さあ、穴わらがだいぶ来てるんで、これは結構不利な気がする。青ハッカの1、2、3、4、5。でかくね？ 6 連鎖。6連にあるように見える。さあ、黄色で削って、反発。ちょっとグダってるんで、これやばいぞ、俺。さあ、8、1来た。おっと。8、1は使わずに、あれか、5連で削ったパターンか。5連で刻んでから残しを意識したパターン。これは。
まあ、かなりマージも入りやすくなってると思うんで、安定を取った感じですかね。さあ、これは2ダブ。テトリスで返す。さあ、マージン入ってきたか、これ。ポリレンで、黄色発火の1、2、3、4ぐらい。しかし、黄色が来ず。黄色が来なくて、刺さってしまう。これちょっとつま悪いな。真ん中に3個振れば、一応赤の単発からまだいけないかもしれないけど、真ん中にも2個しか振らずに、高さが噛み合わなかった。紫赤の1、2、3、4、5。DT 砲撃って、平積みですね。さあ、赤発火で、一回単発撃つ。さあ、これは埋まったように見えるぞ。さあ、テトリス撃って、しっかり8、1で3連鎖か。あと打ちで返す。青発火の2連から、持ってるけど、2個振るか、振らない。単発に削って、2列目に2個振ったか、回したけど、ちょっと、間に合わなかったかな、今の。2列目に黄色いて赤ゾロの2連鎖ぐらいまではあったけど、あ、ちょっと、相当な操作技術が必要だったんで、まあ、こっちも火力かなり送ってますからね。ちょっと間に合わなかった感じかな。それとも、まあ、どちらにしろ厳しいと諦めた感じか。まあ、2連鎖打ってもかなり、こちらもどん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 火力を送れる地形だったんで、まあ、おそらく差し切れると思いますね。はい、じゃあまあこんな感じで、まあ、今日もお疲れ様でした。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。